脱婚収まるどころか、違法瀬取りを繰り返す北朝鮮に追随する韓国と中国のことは、みんなも知っているよね。それに関してはロシアも関わっている可能性が指摘されてもいるな。要注意国が揃い組だね。もう少しおとなしくできないのかな。そうだね。さて今回はそうした瀬取りに関連した各国の欧州実際の瀬取りの事案について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。港湾岸壁や桟橋などに接岸させずに、海上や瀬などで、船舶同士で積み荷を積み替えることを瀬取りと言うんだけど、他国船籍の船舶から自国の船舶に石油や石炭などを移し替えて密輸を繰り返す北朝鮮の船舶が、国連安保理国連安全保障理事会による、北朝鮮の核実験への経済制裁が瀬取りにつながっているんだが、何度決議されようとも、一向に収まる気配が見られないよな。北朝鮮で、核実験や弾道ミサイルの発射実験などが繰り返されていることは国際的にも広く周知されてきているんだけど、初めて核実験を行ったのは、2006年なんだ。これを受けて、国連安保理が動き、これ以上の核実験と弾道ミサイルの開発を行わないようにと同国に求めるとともに、国連憲章第7章に規定する平和に対する脅威として、経済制裁を決議しているよ。制裁に違反した北朝鮮船舶は、資産凍結入港禁止などの対象に指定され、禁輸製品の運び出しが困難となり、他国の船も、制裁対象の禁輸製品の同国への運び込みができなくされたんだ。他にも石炭輸出や石油精製品、軍事関連物資などの輸入に上限が付けられるなどの経済制裁が課されたってわけ。これまでに延べ11回の経済制裁決議が採択され、2022年現在に至るまで制裁は強化継続されてきたんだけど、北朝鮮による密輸は横行し、その経済制裁の効果は見られていないんだよね。過去レーダー照射事件の時も、その瀬取りの真っ最中だったと見られており、焦って海上自衛隊 P1 哨戒機に向けたものだとされているぜ。国際社会にとって脅威としか受け取られない破壊行為を問題視した国連安保理だが、その後も、核実験やミサイル開発を継続し、韓国を相手にした、東シナ海や日本海における違法な瀬取りを常態化させ続ける北朝鮮へは、国連加盟国による海上哨戒機や軍事艦艇、警備艇などでの監視活動を強化するに努めているのが現状だな。出没地域である日本海東シナ海では、特に校舎の海域中央部が重点監視対象となっていて、瀬取り銀座などとも呼ばれるほどに瀬取りが頻発している状況下にあるんだ。活動に従事する海上自衛隊海上保安庁が、ほぼ毎日のごとく繰り返される中国海警局艦艇の尖閣諸島進出への対応に追われ、手薄になりがちとなる海域だからだね。2018年1月から5月の間には、20隻以上の北朝鮮船舶によって、計89回以上にわたる瀬取りが確認されているんだ。そんなに多く発生しているの？好き放題やってるね。安保理決議された年50万バレルという上限を超えて、3倍以上の石油を違法に入手したことが発覚しているよ。このため米国は7月に、北朝鮮による密輸の黒幕には中国とロシア企業が絡んでいると国連安保理に報告しているんだ。2018年9月にも、瀬取りにロシア船が関与したと非難していて、米国務省報道官ナウアート氏が米国は、北朝鮮の違法行為に協力した個人、団体、船舶についてはいかなる国籍であっても、制裁を科すことをためらわないとの声明を出しているね。現在、海軍の艦艇や航空機による、北朝鮮の瀬取りへの監視活動に参加している国は、ファイブアイズと呼ばれる、米英豪カナダニュージーランドの5カ国と、日仏艦を合わせた8カ国となっていて、米海軍第7艦隊の機関ブルーリッジには出航調整所 ECC が設置され、各国の軍の艦艇や哨戒機、衛星が集めた情報の共有を行うなど、活動も調整されているんだ。また9月までに、英豪仏カナダが計14隻の艦艇を、豪仏カナダとニュージーランドは計8回の航空機を交代で派遣しており、在日米軍基地を使わない韓国軍では、艦船と航空機を、随時派遣する形をとっているよ。監視活動に専念する艦艇は、台湾海峡を通過して移動することもたびたびあり、この行為は、東シナ海南シナ海においての中国の海洋進出を阻み、牽制することが狙いではないかとして、航行の自由作戦を副次的に実行しているともみなされているようだね。最近では、2021年10月11月上旬に、フランス空軍海上哨戒機ファルコン 20G、カナダ空軍対潜哨戒機海洋監視機 CP140 オーロラが派遣されていて、2021年11月上旬下旬には、ニュージーランド空軍の P3K にオライオン対潜哨戒機が、日本沖縄本島の在日米空軍嘉手納基地に派遣されているんだ。
過去にもここを拠点とすべく、オーストラリア空軍、カナダ空軍の哨戒機などが飛来し、海上自衛隊や海上保安庁とも協力して、北朝鮮の瀬取りが疑われる事案の監視活動が実施されているよ。2017年9月、東シナ海の公海上にて、北朝鮮の船舶に4300トンの石油精製品を積み替えるなど、瀬取りへの関与が疑われた韓国船籍タンカーピーパイオニア号は、2018年5月から8月にかけても、台湾の北 300km の東シナ海上に停泊していたことが複数回目撃されており、2017年以降、27回にわたって密輸した石油製品は、計16万トンにも及ぶんだ。これにより国連安保決議に違反船舶入出航法違反したとして、ピーパイオニア号船長と管理会社は海洋警察に送検されているな。2018年5月3日にも、東シナ海の公海上にて、韓国船籍のタンカーが、北朝鮮船籍タンカーに近づき、横付けしている様子が確認されているよ。韓国政府は否定したんだけど、巷では制裁後も北朝鮮産の石炭が何度も搬入されているところが目撃されていたため、同年7月には、米国が当時韓国大統領だったムンジェイン氏に対して、北朝鮮の石炭を密輸することは制裁決議に反するものとして警告しているね。しかしこの後も、国連決議に違反して、韓国籍の船舶が北朝鮮船舶との瀬取りに関与し続けていることが確認されているぜ。韓国が一番卑怯だよね。アメリカの庇護も受けながら、北朝鮮からも甘い汁をすすってるんだろうから。過去にも、韓国政府は国連安保理からの経済制裁に反して、北朝鮮から石炭製鉄を違法に輸入したことで、韓国籍の3人を摘発しているよ。しかも自主的にではなく、米国からの通報を受けての対応だったようで、こういった韓国政府の動向に、国際的経済制裁を十分に遵守する意思があるかを疑う見方を強める傾向が出てきたってわけ。2019年4月、米ウォールストリートジャーナル紙でも、韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認あるいは奨励しているという公的な証左は出ていないものの、同国による実施状況に過失があるのは明らかであり、これにより、国際的な制裁を韓国が十分に遵守していないのではないかという疑いが増していると報じているんだ。2018年5月には、東シナ海の公海上で、北朝鮮船籍タンカーと船籍不明ながら、中国国旗とみられる旗を掲げた小型船舶が横付けしているのを自衛隊機が発見していて、未明に両船舶はライトをつけて、打艦ホースを接続していたみたい。北朝鮮船籍タンカー JISONG6 号は、国連安保理北朝鮮制裁委員会から3月にも資産凍結入港禁止の対象に指定された船舶で、今回も制裁対象の瀬取りが強く疑われたんだ。2019年1月8月にも、国連安保理の経済制裁決議に違反して、契約370万トン推定3億7000万ドルイコール約406億円相当の石炭を、北朝鮮が密輸が繰り返されているよ。国連によると、このうち7割超に当たる約280万トンが、瀬取りの手口で中国船籍に渡り、中国へ運ばれたと見られているね。米国によると、2017年9月の安保理制裁決議可決以降、中国と北朝鮮による海上密輸は30回以上行われた疑いがあるとされていて、韓国の朝鮮日報は、民間企業が制裁を押し切って交易を続けるはずはない。密輸は中国政府の保護のもと、組織的に行われている可能性があると同年末に報じているみたい。米国が報告するだけあって、日米や他国艦艇による東シナ海での瀬取り警戒監視活動に対して、なぜか各国軍の艦艇に、中国軍艦艇も各々一隻ずつ張り付いて、一定の距離を取って追尾するなどの牽制の動きが常態化しているというよ。別に演習などで公海上で展開している艦艇を加えれば、最大10隻以上もの中国艦が東シナ海を航行し、その動きを強めているというわけ。2013年11月には、防空識別圏中国が一方的に設定の海域で、日米艦などの他国艦艇が入ると、ほぼ同時に、中国艦が現れて追尾してきたというのだから、その徹底ぶりが伺えるよね。こういった牽制の動きは、関わった自国の中国船などに起こりかねない不測の事態に備えてのフォローアップのようでもあるんだが、やはり、日米を中心とした中国包囲網の形成を牽制する思惑が強いとみて、警戒に当たるのが無難だろうな。米国防省の分析では、中国軍の保有艦艇は世界最大の約350隻へと達したとされているから、瀬取り監視への牽制も含め、中国軍が士気を高めて活発化しているのは明白だね。ほぼ確定で黒なのに、中国も強気だよね。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機がカデナ基地に、
6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取り警戒監視活動のため飛来しているみたい。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機がカデナ基地に、6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取り警戒監視活動のため飛来しているみたい。韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESAレーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェーズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN、APG-81、そして F-A18E、F スーパーホーネット搭載のレイゼオン社が開発した AN、APG-79 などが短期距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイゼオン社が開発した AN、APG-77 では短期距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短期距離 110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F-2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短期距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、
中国では2000年に KLJ7 と呼ばれるエーサを実用化しており、これの探知距離は 110km で、現在はより高性能な KLJ7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能エーサでは、探知距離 400km とされているんだ。これまでエーサを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では探知距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF-21 に地形追証、地形回避システム TF-TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今更何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして中央日報の配信記事では KF-21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、ひし形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に階の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、階段話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装蔵も必要に応じて製造できるよう準備したと海側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装蔵がなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになり、ステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも FA18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF-21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF-21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF-21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。
その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？イクラの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。2022年1月4日午後12時51分頃、韓国空軍所属の F-35A ライトニング2が、韓国中西南道瑞山にある瑞山戦闘飛行場に緊急着陸を行ったことを、みんなは知っているかな？飛行中にトラブルが発生し、ランディングギアが故障。飛行場の滑走路に胴体着陸を行ったんだよな。そうそう。この事故について、ようやく事故の原因が判明したとのことで、韓国空軍より事故原因についての説明があったんだ。しかし、その原因とされる部分の内容について、あちこちより疑問の声が上がっているみたい。韓国は何にしてもずさんさが目立つからね。ものづくりも言いがかりも言い訳も、全部いい加減な印象だよ。まあ、まずは、韓国の中央日報及びハンヨレ新聞が報じた。2022年3月3日に韓国空軍が公式発表した事故原因から確認してみようか。ということで、今回は韓国空軍 F-35A ライトニング2胴体着陸事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国空軍は、今回の胴体着陸事故に至った原因について、飛行中の F-35A ライトニング2に鳥が衝突する、バードストライクと呼ばれる事象が原因であるとしたみたい。記事によると、事故機は、空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために静州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度 330m 付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入し、エアインテークに飛び込んだハゲワシは、エアインテーク内部でウェポンベイ機内弾薬庫との隔壁を破壊して、ウェポンベイ内部にまで入り込み、ウェポンベイ内部に設置されていたランディングギア着陸装置の作動系油圧パイプや電源ケーブルなどを、破壊したために操縦系統の不調やランディングギアの動作不良を起こしたとしているよ。韓国空軍は、今回の事故で機体そのものの整備不良や欠陥、パイロットの操縦ミスについてはなかったとしており、バートストライクの危険性について空軍内で周知徹底を図ることで、F-35A の飛行を再開するとの見解を発表したんだ。また、F-35A の開発元であるロッキード・マーティン社に対しては、エアインテークに鳥類が侵入するバードストライク対策として、例えばバードストライクが発生した場合でもランディングギアが正常に作動するよう、ランディングギアの動作系統を二重にするなどの対策が行えないか、同社と協議する見通しであると記事では報じているんだって。これらの調査結果について、その内容の信憑性について疑問の声が、日本のネット上では多く上がっているようだな。うんうん。まず、最も指摘が多かった部分として、記事の中で、今回のバードストライクが発生した際、機体が受けた衝撃の強さについて、空軍関係者の発言として搭載する燃料を含めて20トンを超える機体が、空中で 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃度合いは、約30トン相当にも上るとの説明がなされたとしているんだけど、この説明がそもそも適切ではないとの声が多く上がったみたい。その声の中身としては、飛行中の航空機に鳥類が衝突した際の衝撃について説明するのであれば、時速 900km で飛行する機体に重量 10kg の鳥類が衝突したという説明で良いところを、機体重量とハゲワシの重量を対比して説明する手法は意味が不明すぎるというものであり、その見解に賛同する意見も多く見られたんだって。確かに衝突時の飛行中の機体への衝突の大きさを説明する際に飛行速度を取り上げないのは、甚だ不見識であると言わざるを得ないよな。さらに多く上がった声として、時速 900km で飛行する航空機に重さ 10kg のハゲワシが衝突した際に、機体が大きく損傷することは容易に想像できるが、F-35A のランディングギアはウェポンベイのさらに後方外側に設置されており、たとえハゲワシがウェポンベイ内部にまで侵入したとしても、ウェポンベイ内部を通り越してランディングギアにまで到達して破壊できるとは思えないとの意見だね。また、この意見に付け加えて、
胴体着陸した際の事故機の写真を確認すると、主翼下のランディングギアについては左右ともに問題なく作動しており、今回の事故で動作不良になったのは機首側のランディングギアである。今回のバードストライクの説明で、機首側のランディングギアが動作不良になるとは考えづらく、単純に整備不良が原因なのではないかとの見解を示しており、これには、韓国空軍の隠蔽体質や虚言癖についての批判が殺到していたってわけ。また、朝鮮日報の記事の中で、空軍関係者の話として登場していた空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために静州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度330ム付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入との説明に対して、空対地ミサイルによる射撃訓練直前の状況であれば、ウェポンベイ内部には発射予定の空対地ミサイルが格納されていたはずであり、機体内部に侵入したハゲワシは、ウェポンベイ内部に格納されていた空対地ミサイルも破壊しなければ、そのさらに後方に位置するランディングギアの装置を破壊することは難しく、それでもハゲワシが凄まじい衝撃によりウェポンベイ内部を破壊したのであれば、ウェポンベイの開閉も行えず、主翼下のランディングギアも動作できなくなっているだろう。そうであれば、ミサイルの発射体制に入っていたであろう機体は、ウェポンベイを開け放った状態でバードストライクに遭遇したのであろうから、胴体着陸の際にウェポンベイは開け放たれた状態で、ミサイルを滑走路にすりつけかねないような体制で胴体着陸を行わないといけない状況になっていただろう。そんな危険な着陸を強行するなどありえず、普通は海上に着水させ、パイロットは緊急脱出させる、と詳細に分析する人物も登場し、日本のネット上では、韓国空軍の公式見解は全く当てにならない、信憑性の著しく低いものであるとの意見が大勢を占めるに至っているんだよね。確かに今回の事故で、事故直後に韓国の各マスメディアによる報道では、飛行訓練中の F-35A が航空電子系のトラブルで降着装置が故障、中南随山市にある第20戦闘飛行団の滑走路上に胴体着陸したと報じており、バードストライクが発生したことなどは一言も触れられていないぜ。むしろ、機体の内的要因によるトラブルが原因との見方がなされており、韓国空軍の整備不良やパイロットの操縦ミスを疑うような状況だな。韓国空軍の立場であれば、自分のミスが原因であると疑われるような状況なんだから、事故原因がバードストライクなのであれば、早期に事故原因の概要だけでも発表すべきところだけど、実際には事故原因がバードストライクであると公式発表をしたのは、事故発生から2ヶ月も経ってからだからね。さらに事故の原因とされているハゲワシについても、重量が約 10kg とされているが、時速 900km で衝突したハゲワシは粉々に砕けていただろうから、重量の推定は困難な状況であろうとは容易に想像できるが、それも約 10kg と明確に重量を示しているよな。これらの状況から、韓国空軍が今回発表した事故原因については、総じて不自然な点が多く、韓国特有の隠蔽体質がもたらした下手な捜索なのではないかとする意見が、日本のネット上では多くを占めているよ。このように過ちを認めない姿勢は、韓国への内外からの信用を著しく失わせるものであると、いい加減韓国は気づくべきだよね。さて、今回、胴体着陸した韓国空軍の F-35A だけど、韓国国内には F-35A の重整備や修理を行う施設がないため、国外の施設で修理を行う必要があるよ。F-35A は、世界各国で多数の機体が導入されている影響で、開発国である米国だけではなく、全世界に多数の製造拠点が設置されているんだ。製造拠点としては、米国テキサス州にあるロッキード・マーティン社フォートワース工場のほか、イタリアのカーメリと日本の愛知県名古屋市近郊に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトと呼ばれる、最終組み立て検査施設が設置してあるよ。そして、機密性の高いステルス性能ほか、各種性能の維持やブラックボックス部分の管理、メンテナンス、オーバーホールなどの作業を行う MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードと呼ばれる国際整備拠点が、米国本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。これらの施設がない韓国は、F-35A の日常的な軽度の整備が行えるのみであり、今回のような大事故に伴う重整備は行えないってわけ。そして、アジアで運用される F-35A の整備拠点は日本にある三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、三菱重工を先般企業として提訴し、日本を仮想敵国としている韓国が、日本に自国の F-35A の整備を依頼するなど、彼らの無駄に高いプライドが許容するはずもなく、
今回は遥か遠く南半球のオーストラリアまで運び、そこで修理を行うことになるようだね。今後、韓国は F-35A の機体アップグレードや重整備は遠くオーストラリアで実施することになるようだが、そのような遠方の国に整備を依頼するとなれば、機体の稼働率が著しく低下するのは自明の理だよな。韓国にとって簡単に修理ができない機体である F-35A を適切に運用できるのか、事故が多発しないのか、懸念の声も多く上がっているが、韓国は兵器の共食い運用が得意だから、部品取りに F-35A を数機分解してしまうかもしれないな。ただし、F-35A は機密度の高い機体だから、米国の許可なく勝手に分解してしまうと、下手をすれば F-35A の運用そのものが韓国ではできなくなってしまうかもしれないよ。その時、韓国お得意のファピョンを発症しないか、軍師危うきに近寄らず、という言葉もあるからね。無駄な労力を使わないためにも日本は韓国に関わらないようにしておくべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。